ステーブル、ディレクトリ移動完了。ディレクトリ移動完了。データの追跡もなし。セキュリティオールグリーン。侵入されたり、ウイルス仕込まれたり、怪しいエグゼファイルがあったりしない？もしそんなのに気づかないなんてことあったら、鼻からスパゲッティコードをインストールしてみせるよ。ユノ、セットアップ。熱々スパゲッティセットアップ。え？あはん。そんなことより考えなきゃいけないことが山盛りよね、小隊長。God, I'm so pissed off. I don't even care about the damn story no damn more. Punk ass, though. Shit. ユノ姉さん、なんで確信があるの？なんか私に隠してない？何もなくってよ。本当よ、マジ。ユノ、嘘ついてない。ユノ、サクラには悪いけど、彼から接触があるまでは完璧にごまかすしかない。円滑な関係を重視ってことで追及はしないけど、もう少しうまく隠しなよ、ユノ姉さん。ユノ、ごまかし完璧。でもブレイクミッション不完全。不完全ってどういうこと？確かにデータが断片化してたり破損してたり、世界がほころんでいってるみたいな嫌な感じがするディレクトリだね。まともなミッションは一つだけだね。世界が壊れていっている。この件について管理システムから何か指示はあった？それが全然ないんだよね。こっちからの各種申請もずっと保留のまま。まさかシステムダウンしてるんじゃないでしょうね？そこは大丈夫だよ。管理システムが落ちたら私止まっちゃうもん。そりゃそうか。じゃあそのまともなミッションを説明して。時間はあまりないかもしれない。さっき言ってたけど、マスターハーメスがちょっかいを出してきそうだから。彼のことだけじゃないわ。沈黙し続けている管理システムも含めて、嵐の前の静けさって可能性は低くはないから。了解。じゃあ唯一成立してるブレイクミッションについて説明するよ。これは初めての歴史だね。え、また新しいガンダムが出てくるの？その通り。フューチャーセンチュリー、未来世紀の歴史だね。国家間の争いを防ぎ、かつそこに兵器であるガンダムが関わる仕組み。お答えしましょう。それはガンダムファン。アラート、アラート、エマージェンシー、エマージェンシー。ハロー。これってイリオンステーブルのメインプログラムに干渉があった時の警報？あ、今回はノープロブレム。自動修復モードで全対応できそうだよ。でもかなり大きなデータの断片が複数発生してるみたいだね。さっきデータが破損してるとか、世界がほころんできてるとか言ってた、あれ？間違いなくね。調べてみるから、ハラ先輩、アラートを切って。さくら、了解。アラートオフ、アラートオフ。どうやら過去にブレイク修正されたミッションに異なる歴史の断片データが入り込んだみたいだね。修正した箇所に別のバグが発生したってこと？ユノ、ガタガタ言わず直せ。プログラマーだろ。あと再発しないようにしとけ、ユノ。ハロ、完全な立方体になるまで床に叩きつけていい？怖い。まあまあ、ユノ姉さん、罪深いパイセンを変形させる前に話を聞いてよ。今回の件、ブレイク現象ではあるんだけど、史実を壊すまでに至らない小規模なものなんだよ。だから自動修復モードで十分対応可能なんだけど、データ自体は大きいんだよね。史実の一部分やモビルスーツのデータが丸々一塊で入り込んだって感じ。なるほどね。そのデータの塊を除去さえすれば元の歴史に影響はないってことか。ただこれってチャンスでもあるんだよ。
断片とは言ってもモビルスーツのデータは完全な形だから。あ、新しいモビルスーツ開発用データが取れるってことね。新しいモビルスーツ戦力アップ。じゃあこういった断片データが混じり込んだ歴史をコンフューズドミッションとして登録するよ。放っておくと自動修復されてミッションが消滅するから気をつけてね。この期限をディビジョンリミットとして登録。じゃあこのディレクトリで選べるのは未来世紀のブレイクミッションと新しく発生したコンフューズドミッションね。イエスマイ姉さん。詳しくはいつも通りハル君のコンソールから選んでみて。ブレイクミッション、コンフューズドミッション、好きに選べ小隊長。Go to the Gundam。それでは未来世紀のブレイクミッションにレディー。待って、コンフューズドミッションのアラートで未来世紀の説明が途中までだったでしょ。ガンダムファーまでは聞き取れたけど、そこで警報が鳴っちゃって。はいはい、ガンダムファイトだね。今回のブレイクミッションはなんとその決勝大会なんだよ。やっぱりここは小隊長さんにもガンダムタイプのモビルスーツで出撃してもらいたいね。うん、また物議を醸しそうなことを。そのあたりを検証していくと長いよ。ジムってそんなややこしくなるの？じゃなくてガンダムファイトって何？ユヌ姉さんがガンダムファイト国際条約7か条を覚えてくれたところで行こうか。小隊長さん、コロニー国家間で戦争せずに派遣を決めるルール、今までと違って世界観が特殊すぎるけど、まずは飛び込んでみるしかなさそうね。ユヌ姉さんの腹も決まったところで、今日のミッションは未来世紀詳細不明のヒストリーブレイク。それではガンダムファイトレディー。なになに、ゴー。フフフフ、ドモカーシュ。いよいよ4年に一度世界の運命を決めるガンダムファイト決勝大会。おお、キャプテンじゃねえか。ここは G アームズとして派手に暴れてやろうぜ。僕がキャプテン？ブライトさんと間違えてるのかな。最終バトルロイヤルの朝となりました。ですが我らを待ち受けるリング、ランタオ島は何やら怪しげな容器を漂わせています。何事もなければいいんだけど。果たしてこの戦いに勝ち抜き、最強ファイターガンダム・ザ・ガンダムの栄冠を手にするのは一体誰でしょうか。それではガンダムファイト最終決戦、ランタオ島リングへ。レディーゴー。ちょっと、ガンダムファイト国際条約第5条1対1の戦いが原則って破られてない？前年度優勝コロニー側の意向で第5条は不穏になってるんだよ。だから乱戦 OK。 初っ端から不穏だけど。小隊長、一番奥に見えたお城を目指して。あんな日本の城、なんだ音にあったかな。かわせるか。ナイスファイトだぜ。俺たちの場所なんだ。Bro, you just on our team? 三日月くん？私がわかる？ユノ・アスタルトよ。ガンダムファイターでしょ？地球連邦コロニーの。何それ？私たちってそうなの？いや、でも何度も一緒に戦った仲間じゃない。今の俺は
火星鉄火団代表のガンダムファイターってやつらしいから、そ何度も同じ鉄火団として戦ったのに私ショックを。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。三日月君にこのつもりだからね。うん、邪魔な連中は全部潰す。俺は仲間と一緒にいたい。そのためにはもっと強くならなきゃいけない。大人の都合なんか関係なく、三日月君、今生きてる仲間をこれ以上ただのものにはしたくないんだ。そうか、これが三日月君の矜持、威信と名誉なのね。さすが小隊長、すごいな。私たちにだって強くなきゃいけない理由があるってことよ、三日月君。 Okay, I'll take this glitch. 筋を通すってことか。俺らがよく言ってるやつだ、それ。俺はそのために俺ができることをする。小隊長さん、バルバトスの損傷大、小隊長さん、もう少しだよ。まだだ、バルバトス。ここは俺たちの居場所じゃない。だからまだだ、まだ止まれない。三日月君、絶対に正しい歴史に返してみせる。小隊長、お願い。 Don't come and heal me.They're not the one that needs fucking heal. Olga が止まらない限り、俺も止まらない。これまでも、これからも。鉄火団代表のファイター、ブレイクアウト成功だね。本当に彼は家族である鉄火団と。オルガ団長のために戦ってるのね。でも次に会う時があるとしたら、探偵さんは多分もう。さくら、どうしたの？ありがとう。ぶつかる。このゴッドガンダムすごいよ。さすがシャイニングのお兄さんだ。What? これがゴッドガンダム。ドモンさん、思ってたよりワイルド。違う、セルキコレクトセンチュリー時代のモビルスーツだって。今ゴッドガンダムって。まずは見せてもらおうか、貴様の腕前をな。ターン X のシャイニングフィンガーを受けてみるか。それはヨーダン破砕マニピュレーターでしょ。ガンダムサイズ国際条約第1条、頭部が破壊されたら失格だから受けません。このターン X こそ銀河ナムタイの旗印。Man, they just break through your shit. 見えるぞ、の異物ターン X。 そしてこの人が調子は良好。義務銀河ナムが引導を渡してくれる。いや、銀河ナム機動艦隊総司令さん、あなたは月面都市を守らないと。フォン・ブラウン氏はグラナダみたいなもの。西暦は荒廃した地球から2500年以上前に月に移住した人類、ムーン・ロイスの帰還をめぐって逃げられるもんなら逃げてみろ。戦争が起こった歴史なんだよ。そして彼が地球から黒歴史を知らない愚か者は地に這いつくばって消えてもらう。黒歴史、なんか不穏な単語だけど、簡単に言うと月の宮殿に隠された。 This damn Gundam always like a damn Ninja Turtle. Every time I see it. 人類が繰り返してきた戦争の全記録映像、文明から技術まであらゆるものを収めたね。そんなデータを集めることなんて可能なの？温帯省はそれをどうして。このキム・ギンガナムが繰り返される宿命に決着をつけてくれる。ガンダムはこの X1 機あればいいのだ。ガンダムが関わる歴史の集積データ、まるで新ユニバースじゃない。 Why is it always a person that's trying to heal me is always a fucking guy? しねえな。ここで蹴りをつけよう。程度で見つけたぞ、アズさん。シャイニングフィンガー。こんなここで蹴りをつけよう。このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。
同系機が他にもいるの？ RX の兄弟機に当たるホワイトドーリー、戦士文明を滅ぼしたとする。ガンダムが破壊者になる歴史？我々の歴史は間違っていたのか。人類は戦いを終わっ我が世の春が来た。ムーンレースは冬の時代は終わった。温帯省の目的は地球に帰還するものじゃないわよね。そう、二重ではなく戦って奪い取る。わお、侵略だよ。戦いを忘れたムーンレースは死人のように歴史を重ねただけで何も生むことはなかった。だからって戦争を起こすとか文明を滅ぼすなんて歴史を繰り武士の本体やれんというのか。やっと帰ってくれた。って武士？日本の侍とか武者のことだね。プライドの高い兵士というかジャパニーズ侍？土門さんがネオジャパン出身だからかしら。それに黒歴史、そして G ユニバース、その類似点も気になるところね。よし、ルートが開けた。奥の後ろに大きなブレイク反応。今度こそゴッドガンダムだといいんだけどね。崖を登って進みましょう、招待状。そもそもあのお城自体が怪しいけど、ランダー島にあったっけ。All right, who's Domu or Master Asia? Yeah, no fucking way. Tony Mokke, Ware Kosoa, Musha Gundam Nari. I hate my life. Japan no Gundam Fighter? Gundam Fighter どころか Gundam 自身だよ。どういう意味？Yeah, pretty much. ガンダム軍団と闇軍団の果てしない戦いが続く時代だね。さよう、見えるぞ。こんな時ナイト殿や大筒の大将がいてくれれば。ナイトガンダムとコマンドガンダムのことだね。あらゆる生物の生命力を狙う宇宙大魔王と戦って世界を守ったヒーローたち、yeah. もう頭が痛い。ヒーローとは何でございます。ヒーローっていうのは勝利を手にした者だけに許される呼び名でござる。なんと名誉な。だが悪を滅ぼさずして武士の誉れが立つ。正体の大将強いでござる。極悪非道のザク三兄弟にも引けを取らん。だがこれ以上の邪魔立てをするならその頭スイカのように割ってくれよ。スイカ割り？ああ、スイカ割り。小隊長を何だと思ってるの。言い訳は聞かんぞ。正義の絶対受けてみよう。シエスト、テンション上がってる。割られる前に打ち取って。可憐の泣き方、そして哀悼、ムクマルをもってしてもここまでとは。武器なしのガンダムもいるガンダムファイトだからね。ならば可憐の力鉢巻きでアイアスしばらく。武器がなかったとしても戦えるってこと？サイコガンダムくらいの大きさの宇宙大魔王を素手でひっくり返す程度にはパワーが出るよ。おのおのがさ、おどき召されよ。ボスコイン、家電のなぎなたとかいらなくない？かわせるか。直撃だよ。武者ガンダム打ち取ったり。イエーイ。さよう、武士は散り際が肝心。面目ござらん。すべてのブレイクゲーションの制服を確認。いやー、とんだガンダムファイト決勝大会だったね。こんな狭い島でやるには密度が濃すぎよ。広い火星とかでやればいいのに。それはダメだよ、ゆね姉さん。ガンダムファイト国際条約第7条。ああ、そうか。G
牛がリングだ。お前のようなやつと共闘できて俺は満足だぜ。ガンダムファイト終了。小隊長強かった。小隊長、これなら連邦軍をクビになってもいつでもガンダムファイターとして働けそうだね。宇宙世紀にそんな職業ないから。あんた、ガンダムって全ての歴史を合わせたら何期くらいになるんだろうね。小隊長にモチベーションがあるのはいいとして、今回のブレイクミッションでの収穫は？データを調べるとあそこには最大で5つの歴史のガンダムがいたんだけど、それをリムーブしたことでディレクトリの負荷が軽くなって他のブレイク現象が検索できるようになったんだよ。それは朗報じゃない。トモンカッシュ、このディレクトリ内に確認できないと思ったら早速強報が。それってクルセ防衛戦の時と同じよね。あの時はオルガ団長、三日月くん、秋広くん、鉄火団やギャラルホルンの面々があちこちの歴史にブレイクしてたけど、今回は複数のガンダムの大容量データのせいでオーバーフローが起こりかけたみたい。それを回避するため管理システムがガンダムファイターたちを別階層に転送した。それがゴッドガンダムとマスターガンダムってことね。もし意図的にブレイク現象が起こされているならディレクトリ間のデータ移動に仕組まれたの？そうだとしても影響力のある機体を作ることに関係があるとは思えないけど。イノ姉さん、修正可能なブレイクミッションが3つ検索に引っかかったんだけど、説明しても OK？ あ、ごめんごめん。いいわ、聞かせて。さくら、最終バトルロイヤルを勝ち抜いてお疲れみたいだね。じゃ空気を変えるためにもブリーフィングルームで説明しようかな。以上3つが見つかったブレイクミッションだよ。またうち1つ目は私たちの時代、宇宙世紀 0083、 ジオン残党軍でコロニーの落下は止められない。そんな中で私たちができること考えないとね。次は同じく宇宙世紀、13年後の0096、 13年前ガンダムが奪われた因縁の土地、モビルアーマーがいるって話だけど。史実ではね、ブレイクミッションはどうなってるか不明。最後はコズミックエラの時代、前回の夜勤ルーエ攻防戦から2年後の地球、ドイツの巨大モビルアーマーに攻撃されてるって話だから準備は怠らないでね、小隊長。よし、じゃあブリッジに戻ってハル君にミッションデータを送ろう。ユヌ姉さん、ハル先輩にインストールする？いいえ、私はプログラムをサボらせてもらうわ。私にプログラムをさせることが管理システムの目的なら情報はできるだけ隠すべきよね。サボタージュ了解。それじゃあ私がインストール、レディーセット。待って、さくら、パスコードなんだ？3年待ったのだ。ブレイクミッション登録完了。ブレイクミッション登録完了。コンフュースのミッションも忘れるな、小隊長。自動修復まで時間制限あり。ディビジョンリミット、ディビジョンリミット。断片データを収集しつつブレイク修正もしていかないといけないのね。ちょっと忙しいけど、これからのためにも戦力増強は不可欠。小隊長さん、よく考えてね。はい、デスティニー。怖いものなくす。あれがデストロイガンダム？それにそれ付きも。シャー、でも赤い機体じゃない。それにあの頃に戻れ。
君が合わせたというなら残酷だな。だろ、敵を確認した。これより攻勢を開始する。 Alright, it's four of us. Let's do this. リリー少尉、こちらロンドベル隊。敵は市街地へ進んでいます。ああ、分かってる。初めての共同作戦だ。うまくやって後で祝杯と行こうぜ。袖付きが来るよ。リリー少尉さん、カバーをお願い。俺にやらせてくれ。みんなは援護を頼む。崖の上にロングライフル装備のザク。狙撃に気をつけてください。トリントン基地にいるはずのザクスナイパーにリリー少尉さんのブゼルか。コズミックイラの時代に宇宙世紀がブレイクインしてるのね。でもデストロイガンダムも確かに存在してる。どうあれ目指すはベルリンの街だよ。迂回して正面から懐に突っ込む。一点突破だ。まだなのか。そこか。肝心な時に。くそ、まだか。しまった、水場にズゴックが。これは96年仕様。ああ、古い温州は水に流せっとか。水陸両用だけにね。うまいかは置いといて、15年以上もデザイン変わらないってすごくない？I watched a lot of reviews for this, like the good and bad for this game. It's still not stopping me from playing it because I am enjoying myself. But one of the main gripes of this is the camera. Is it right here? やっぱりこの歴史にキラ君やシン君たちは存在してない。シン君って？この時代のザフト軍、運命のスーパーエース。かつての英雄キラ・ヤマト君と戦うことになるね。でもその二人がいないとなると、誰が今デストロイガンダムと戦ってるんだろう。どうしてこんなに宇宙世紀のモビルクイズばっかり。ブレイク現象に偏りが生じているの。ままならないことってのはあるもんだ。でもどんな状況だろうと。Why is four people on this war? This shit seems long as hell. テリア、そこ、あた、そこだ。これはどうだ。街で暴れてるデストロイガンダムの通信を傍受。やめてくれ。あなたと争うつもりはない。Oh, shit. 誰と誰が話してるの。デストロイガンダムの近くにいるモビルスーツ、このデータ RX0。 ユニコーンガンダム。 Just seeing some of these characters really take me back. 同じリンクスなのか。じゃあここにはデストケとマーセナスケを継ぐ二人がいるってことになる。シン君もキラ君がいないことにも関係しているのかも。急いで小隊長。Finally, we made it. 俺たちであいつの動きを止めるぞ。街が巨大ガンダムに。そうだ、ユニコーンガンダムは？デストロイガンダムの足元、バランス君。やめるんだ。こんなことを繰り返していたら、心が壊れて人間ではなくなってしまう。来るな、来るな。バランス君が一番ガンダムをうまく使えるんだ。またデストロイガンダム。街から遠ざけようとしているの？このパイロットに何を言っても無駄だ。破壊するしかない。リリー少尉、
やめてください。どうしようもないことが現実にはあるんだ、バナージ。はい、助けて。この戦い怖いことだってわかるんだよ。シェン、確かにこの時代のサッドのエース。 Stop thinking to yourself。何？暖かいけど。人はみんな分かり合えるんだ。デストロイが移動を始めた。何？リリーさん、俺の背中は任せました。好き勝手なことを。リリー・ショイ、小隊長さん、ちょっと待って。大きなブレイクインが来る。ザ！はい、よー、ステイショート。大佐は私が命に変えてお守りする。この力示させてもらう。I made a great mistake. Shit is too on full. Fuck! 超ハズナブル大佐、腕付きの視界、フルフロンタル大佐、シャアの再来と言われた人。見せてもらおうか、その機体の性能とやら。この人本当にご本人じゃないの？本人は否定してるよ。胸バラオザル様もね。狙えるな、アンジェル。梅雨払いをさせていただきます。どいつもこいつも。バナージはどうした？リリー少尉、バナージ君は大型ガンダムを市街に誘導してます。私たちは袖付きをここ箱を使い、スペースノイドの宿泊を果たせるのは我々だけだ。ザプラスの箱、ユニコーンガンダムを指し示す座標。大佐の前で己帰っちまえ。アンジェロが落とされるとは。敵も随分とできるようだ。Yeah, that was quick.少し戯れが過ぎるようだな。なし。スペースノイドの自治独立を実現するために、我々はこの歪んだ世界を変えさせてもらう。テロリストどもが好き勝手なことを。袖付きの主張は一貫してる。でも箱に本当にそんな力が。それで地球とコロニーの環境が変わったとして、人類のためになるかというと。いい悪いの問題ではない。それが人の世だということだ。ジオ、宇宙移民の歪みが生み出した海だ。これ以上誰も殺させない。この力。そこだ。誰であろうと邪魔するならば排除させてもらおう。やらせるか。リリー少尉が冷静さを欠いてる。少年長、フォローして。マーセナス家に不要な恨みを買ったか。まあ仕方あるまい。お前らみたいに何もかもひっくり返すわけにはいかないんだよ。その熱さが若さというものか。当たるしよう。Thank you, Char, who was fighting Char. 君の闘志は称えさせてもらおう。まだこれでどうだ。もう分かってんておきだ。せいっよ。かわせる。見事と言いたいところだが、まだ甘い。手加減してるっていうのか。おとなしくしていれば政治家としての道もあったはずだが、致し方あるまい。なめるな。リリー少尉、相手の挑発に乗れないで。そうか、これが精神の引き金になり得るんだ。くそ、こんなことじゃ。もし普段ガンダムをうまく使えるんだ。考えよ、フルフロンタル。君自身が作り出した魔物が君を探している。みんなで俺を否定するのか。アムラどうしたんですか。ユニコーンは守れたのに。それにデストロイガンダムの攻撃もやめさせた。バナージ君の手柄。どれだけ俺を惨めにさせたら気が済むんだ。え、勝利。やっぱり、もし次に会うことがあったら、彼はもう選ばれた後なのかもね。一人の力じゃ勝てませんでした。This is a good team. Amuro and the Quattro Char. The assault of the point of no return.ソーラシステム2、向こうに見えたわね。でもコロニーは止められない。
シャア。でも赤い機体じゃない。それにあの頃のだが、まだできることはあるのだよ。ああ、fucking hate you。 ハーメス・マーキュリー、待ってたわ。どうやら正気のようね。マスター・ハーメス、できることって。残念だが、それを口にすれば検索ワードに引っかかり、管理システムに捕捉されるだ。それに、ザフト軍はもう来ているぞ。ザフトと落ちゆく頃、あの時期農業用プラントが地球に落ちたっていう。ブレイク・ザ・ワールド。宇宙世紀 WO83 の星の口作戦と混戦してる。それだけではない。このミッションのデータの壊れ方は異常だ。だからこそ管理システムの目を逃れて介入できたってこと。このチャンスを逃すわけにはいかない。このミッション中に必要なデータを組み上げる。レディ・ユノに真実を伝えるためのデータ。しばし俺のエスコートを楽しみつつ待ち。なんか腹立たしいけど、まずは一緒にザフト軍を排除して。小隊長、ブレイクイン確認。これミッションへの強制介入だ。 NYSTER 長いから今後はミスターで統一して。あれ、あなたがプログラミングした無人機でしょ。だがここに送り込んだのは俺ではない。まさか追跡されたんじゃないの。あなたの同伴が管理システム側にバレたら。少なくともこのミッション中は手を出すまい。史実データの破損を恐れてな。だがこれで奴に気づかれたのか。もう落ちようっていうコロニーになんでこんなに敵が。状況が正しく認識されていない。強制的に割り込まされた無人。ミスターの影響も大きいようだ。確かにミッションデータ全般にものすごい負荷がかかってる。静止データにも影響が出るかもしれん。ドゥルーミッションに、ね、どうなるの今回のブレイク現象。連邦艦のサラミスがこんなところに着艇を。コロニーの落下はもう止められんが、制御室からなら多少の軌道修正は可能だ。直縁のモビルスーツも何機か出てるのね。ジムとガンカメンかな。できる限り援護しなきゃ。了解した、レディー・ユノ。このミッションに負荷をかけるのも良くないのでな。世界が欺瞞に満ち溢れていることに。Who in the hell are you? 今こそ思い知るがいい。我らが悲しみを、怒りを。元ザフト軍のテロリスト。ユニューセブンを落とした実行犯の一人だよ。ここでブレイクザワールドの再現を。その程度で我らを止める気か。こんな日を子供にやらせませんわ。これも人の怨念がなせる技。ここで無残に散った命の嘆き忘れ、撃った者らとなぜ偽りの世界で笑うか。貴様らは。それじゃ戦争は終わらない。相手を殺し尽くすまで戦う気なの。なぜ気づかぬか。我らコーディネーターにとって。くそ、これで終わりだというのか。Disrespectful as fuck。 オールドタイプとニュータイプ、普通の人間と遺伝子操作された人間。違いなど些細なものであるはずだが、始まってしまえばもう止められんのだ。ブレイク現象も止まらない。クリオモビルアーマークラス。Wait, who's coming through? 倒さなきゃ倒さなきゃ倒さなきゃ。 Fuck。 GFASX-1 デストロイガンダム。地球連合の開発した広域殲滅用のモビルアーマー。元ザフトのテロリストの次は地球で、あなたも死ぬことに。死ぬの、死ぬの、死ぬのは嫌。どうしたの。あ、ブロックワード。
暴走を抑えるための暗示制御コードだ。彼女に与えられたワードは死。Note to self, every time, never give emotional damage people fucking mass weapons of destruction. Cause this is the result. Damn it! Fuck. データまで破損している可能性がある。気をつけることだ。ハーメス・マーキュリー、今回はありがとう。Yeah, you bitch. 俺が早いな、レディーが。俺自身、この後、どうなるかわからない。You're a fucking ho-ass traitor's ass. God, guys. データを組み上げるとか言ってたよね。今戻られても、もうコロニーが落ちるから、私たちもブレイクアウトするよ。作戦終了。帰還する。ハーメス・マーキュリー、やっぱり出てきたわね。ユノ姉さん、あいつはどうなってるわけ？管理システムの支配下から外れてたみたいだけど。自分がプログラムしたミスターに敵として追跡されたのもそのせい？そうなんじゃない？要するにバグと判断されたのかも。待てユノ、データ、転送確認。レディユノ宛て、暗号データ。もしかして真実を伝えるためのデータってやつ？間違いないでしょうね。ハロー、キーボードを接続するからね。解析はまだ続けなきゃいけないけど、ハーメスが収集したデータを反映させる機体は調べなきゃいけない。さくら、Gユニバースに登録されていて、かつどの歴史にもない機体を検索してくれる？ガンダム・ラトレイヤがそうだけど、そういうやつのこと？でも前にも言った通り、私じゃデータベースが閲覧できないから詳細まではわからないよ。閲覧申請が通らないならそれはそれで OK よ。つまり隠しておきたいということだから。なるほど、了解。やっておくね。よろしく。私は暗号解析を進めるから。これは忙しくなるわよ。ハロー、ユノ、面白くなってきたな。レディユノ、バトルオブトリントン。ここがトリントン基地。そう、デラーズ紛争から13年後のね。ブレイク現象は、シャア、でも赤い機体じゃない。それに、あの子。Oh shit, who on our team? コウラキ、出ます。 Okay. ガンダム開発計画の試作3号機 GP03S ステイメン。こちら地球連邦軍コウラキ注意、援護頼む。こちらトリントン基地防衛隊です。援軍か、助かる。時間がないんだ。こうしている間にもガト。 Okay.
ですよね。そして96年の同じ場所に拠点防衛用の3号機データの紐づきが起きてる。ドリント基地を巡る2つの年代データが混在してるってわけ。それにコズミックイラの歴史のデータも少し混在してるみたい。これ以上Why are we fighting Char? Constantly. やはり木馬はジャブローに侵入したようだな。ま、間違いない。やつだ。I'm pretending it didn't happen. さくら、やつって誰？あの機体は、シャア。そんなまさか。注意、本当に96年、83年と来てさらにできるようになったな、ガンダム。しまった、グハがブレイクイン。戦いとは、2手3手先を考えて行うものだ。赤いし、少しはできるようだ。バカにするな。挑発に乗っちゃダメ、ブラック注意。ガトー少佐も、こういう駆け引きを見せたのね。いいや、この私にこうも当てるとは。データは入っているんだ、お前なんか。Thank you。一年戦争時の赤い彗星との交戦記録はデータベース化されてるのね。それで隠れたと甘い相手じゃないけど。戦いは非常さ。私にプレッシャーをかけるパイロットとは一体何者なんだ。やった、ニュータイプに勝てたんだ。すごい、ブラキチュイさん。でも、本命のモビルアーマーはこれだけだよ。小隊長先行して、油断しないでね。 Exactly。 ドームの新型というか、最後最終生産仕様のストアッチだね。ドームってオデッサでは最新機だったのに。最初と最後が揺れるなんてレアだね。青き正常なる世界のために。誰だ、所属コード不明。またブルーコスモス、ちょくちょく出てくるね、コズミックイラ時代の機体が。なんでジムが攻撃してくるのってちょっとびっくりするけど、もしかしたら特殊なデータを持ってる連合のモビルスーツがいるのかも。効果に敵影を確認、迎撃を。上、そこ。 Who is this? 可能性は何を成したかで決まる。 OK。 大事な存在はサハリン家のため。ナサで戦った。ノリスパンカード大佐。ガンモラザイヤ。ブラキ注意、無理しないで。もう少しで第一線を抜けるんだ。ここは抜かせん。イフリートあたりが出るかと思ったら、また一年戦争時代のエースパイロット。ガトーはどこだ。ガトーは邪魔をするな。ガトー少佐さんはここには。そこをどけ。少しはやるかもしれんが、相手がこの私ではな。こっちには前回の交戦記録があります。それを生かせば。なかなかうまい間合いだな。受けずに出すものか。前方の兵もなかなかやるではないか。下ろすには惜しい腕だ。アイナ様の望みをお助けすること、それが軍人としての私の役目。クソ、俺はまだやられるわけにはいかないんだ。アイナ・サハリンさん、そして戦友のために戦ったノリス大佐、そして都市限界点に向かうブラキチュウ様。どうやら死に場所が見つかったようだな。 What the hell you thought you was? ノリス大佐さん、最後に一押しが来るよ。小隊長、ブラキチュウイ、私たちだって負けられないんだから。まだ終われぬ、アイナ様のために。俺はもう誰にも負けやしない。ガトー、ガロン。面白い人生であった。ノリス大佐、ブレイクアウト。
グフの森手ってなんか特別な感じね。勝った、勝てたのか。私たちの勝ちです、ブラキチュイ。このままミッションを成功させましょう。ブレイク反応はまだある、急ごう。向こうに見えるのがコロニーの残骸。13年前ブラキチュイさんたちはあそこで演習をやってたんだよ。そしてガンダム強奪事件が起きた。俺は追いつけないのか、ガトーに。注意、歴史が正しく流れれば大丈夫です。次で最後だよ。また一年戦争のエースが現れるはず。じゃ、援軍だぞ、持ちこたえろ。 Are you an ally with us? 圧倒的だな。ここまで来てやられてたまるか。Who is this? 前方の有象無象どもに再び見せてやろう。 Okay, I see we're fighting Charles. 戦争時代のエースってアナベルガトー隊員。そう、ここに縁があるのは彼も同じ。ガトー、聞こえているか。無事をしよう。止血の船、何者だ。所詮は連邦という看板がなければ何もできんやつらも。ブラキ注意、このガトー少佐はガンダムに関わる前のガトー隊員なんです。え、どうして。そのような腕で私に挑むとは慢心にも程がある。くそ、やるな、ガトー。所詮はヒップの言う、私を止めることはできん。さすがにこの激愚く別格ね。標本に乗っちゃうだけのことはある。でも不作三号機から見れば急ができ。ブラッキーさん、決まって。指定面なら小回りが効く、やれるさ。エラーズフリートに参加しようとしているのなら全てここで落とす。ジオンの理想を理解しようともせぬ輩が、我々がスペースノイドの真の解放をつかみ取るのだ。だけどコロニーも落とすようなやり方。 I'm understanding this now. ガトー、戦いの意義すら解さぬとは身の程を知るがいい。まだだ。見上げたものか。こんなもので止められるかよ。一年戦争の再現なんかさせはしない。意気込みはよし、だが相手がひよっこではな。ひよっこだと。私もアバンワスコと同じこと言われたけど、一年戦争を経験してない兵士はカイさんにとってはみんなひよっこなのかもね。なめるな。わらった。やしめてやる。そんな、まだやれるぞ。おお、見直したぞ。これほどの手だれであったとはな。この機体なら俺ならこれくらいはできる。そう簡単には終わらんぞ、この私は。少隊長、ブラキ注意、あと一息よ。ガトー隊員がブレイクアウトできればこのミッションのブレイク修正が。確かブラキとか言ったな。二度と忘れん。ガトー、貴様との決着はこの後だ。よかった、スタッフ3号機も正常にブレイクアウトできた。ブラキ注意はこの後って言ってたけど、ちゃんとした形で対決はできるの。I'm standing accountable now. ミッション次第だね。あの二人のことだから何か起きそうな気はするけど。作戦は終了だ、よくやってくれた。Yeah.